皆様ごきげんよう、ナイスク新刊紹介の時間です。今日は私、オリンピックを見て寝不足気味の吉見です。今回は7月に出されました株式会社バンブックのアスリートビジョン夏号を紹介いたします。早速この本を担当した石川さんにお話を聞いていきます。よろしくお願いします。お願いします。私も寝不足です。じゃあ改めてアスリートビジョンなんですけれども、どのような人に向けて出された本ですか？これはですね、今までその高校と、実務団とかプロに挟まれて、あまり注目を浴びていなかった大学生とですね、に的を絞ったフリーペーパーなんですけれども、大学生アスリート、主に大会系に所属している方に読んでいただきたくて作りました。で、各大学の紹介だったりとか、注目の大学生アスリートのインタビューなどを掲載していますので、ぜひ、顔としている方に読んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ表紙なんですけども、そうなんです、銅メダリストです。銅メダリストの瀬戸選手、そうなんですよね。ちょうどインタビューしたのがリオ五輪の合宿に、半月ぐらい前だったんですかね。関東の瀬戸選手のインタビュー、感じなんですけど、本当に銀メダリストの萩野選手とのエピソードがありましたし、今回インタビューで彼の人柄がきっと分かった方もいると思うんですけど、インタビューの時に本当にそのまんま、なんかこう好青年というか爽やかな、本当にいい子だったんですね。はい、銅メダル取ってる方だと思うので、ありがとうございます。はい、ではですね、こちらの、アスリートビデオについてなんですけど、はい、中身の方を北さんにご紹介していただきます。はい、担当のインタビューは先ほどちらっとご紹介しましたが、であとはですね、栄養のページだとか、夏だと水分補給ですよね、メンタルのページ、あとはこういう筋トレを紹介するフィジカルのページなどもありますし、そうですね、今真っ最中リオ五輪に出場している注目選手の紹介とか、あとは東京ドーム大学リーグ、春リーグで優勝した明治大学の紹介、あと夏ならではの上智大学のヨット部の紹介、こういうその大学の、大会にお邪魔して、どんなチームをやっているのかなというコーナーもあります。で、最後に座談会がありまして、これはマネージャーさんですね。マネージャーさんに夏合宿のエピソードを伺ったんですけど、マネージャーさんならではのスポーツの裏側を伺って、とても楽しいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、こちらの中でもオリンピックがテーマになっていると思うんですけど、はいはい、このように石川さんがこう、はい、注目している選手だったり、はい、競技だったりっていうのはあるんでしょうか？はい、一躍有名になったポセイドンジャパン日本男子水球チームを、創刊号も含めたんですけど、夏号もご紹介しています。で、日体大に取材に行って、得点源である足立選手の話も聞かせていただきました。彼も本当に得点源で、チームにいっても最年少なんですけども、可愛がられている感じでしたし、そうかということで、若手だからといって、落としてないので、どんどん先輩たちにも応援してたりとかして、なんか強さも原動力になっているのかなと思いましたし、ちょうど2、3日前ですかね、初戦があって、強豪のギリシャに接戦を演じまして、はい、しかも1点差で負けちゃったんですけども、はい、オリンピック、実はもう32年ぶりにオリンピックに出場したんですけど、初勝利が本当に目の前にあるので、ぜひ1勝して、1勝というより言わず、2勝も3勝もして帰ってきてもらえればと思います。はい、ありがとうございます。水球、あまり馴染みのない
過ごしたと思うんですけど、まあ、この雑誌を朝日読むとともにぜひ応援していきたいと思います。ありがとうございます。では、こちらの株式会社バンブキを出されたアスリートビジョン夏号は、主要体育大学各体育会連盟運動部に配布しています。置かれているところが限定されているのが多いんですけど、興味のある方が、まあ、Google なのでアスリートビジョンというのをご覧いただくと、この冊子のホームページがあり見つかると思いますので、ぜひアクセスしてみてください。どういう大学に置いてあるかもここを見ていただければ分かりますし、はい、もし大学生のアスリートの方であれば購読の申し込みをされておりますので、はい、ありがとうございます。では以上でナイスクの新刊紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.